じゃあどうも、じゃあどうもってどういう入り方やって感じやけども、今日またあのピクミン4のね、実況やっていくんですけども、すいません、ちょっと僕ね、このオリマー遭難記実はクリアしたんすよっていうのが、ちゃんとで実況も撮ったんすよね。でクリアしたんすけど、僕ね、ちょっと前にスイッチをちょっと新しいのに切り替えまして、有機EL にね。でその時に切り替えて実況した時にちょっとなんか設定ミスって、音声となんかこのゲームの音がなんか混じっちゃって、だからなんか僕が叫んだ時の声とかが音量下げれなくなっちゃったんだよね。そうだからちょっとこれはさすがに動画にできねえということで、いっちゃんラストね、オリマー遭難記ラストっていうところで動画お蔵入りになりました。ちょっとね、なかなか情けないんですけど、これも戻れたりするんだっけ、そういえば何日か前に。ちゃこのこれからこっから戻れたりするのかな、そういえば。残り1日、あ、戻れるんだ。でも苦労してさ、こう言ったのよ、僕。いやね、どっからだっけ、多分残り5日であと12個集めなきゃいけないってところで、まあこう2個で3個、でここは手に入れれず、で、残り1日で、あ、じゃ手に入れレズ、あ、で、ここで4つ手に入れて、で、ラスト1日で、残り3つを回収できたというね、壮絶な、ラスト1日やーってところでね、動画、すごい壮大なストーリーができそうだったのに、音声ミスでできなくなりましたというところで、なので、オリマー遭難記はちょっともう終了ということです。本当に申し訳ない。まあ、クソったれだよ、まったく。という感じで、ちょっと本編のおすすめさせていただきたいと思います。巨人のかまどのね、ところ行きましょう。さあ、ちょっとね、ピクミン自体するのもまたちょっとね、久しぶりになってしまって。穴ってもう全部行った俺。もうそれすらも覚えてない。あ、ちなみに動画外で、段取りチャレンジは進めました。はい。あー、で、あれか。ここが忘れてた。ルーイね。ルーイちゃんを救わなきゃいけないと。いや、スパニエルなんだけどね、救うのは。で、そうだったね。最後、ここをなんかちょっと。いじくり返して、でここにおるんだ。あれ、ちげえな。あれれ、まあ、とりあえずここをまずちょっと水を止めましょうかね。あー、でこっから、待って、マジ久しぶりすぎてちょっと全然覚えてないわ。おルーイってどこにいるんだっけ。ルーイはここかね。なんかそんな気がすんな。ちょっとルーイ今日行きましょうかね。で、ちょっとストーリーを進めていきたいというところなんで、ここまで移動。ちょっと移動しましょう。さあ、到着したんだけど、だるまさんがあって、あ、ちゃ。よいしょ。あー、これだ。よし、じゃあちょっと早速行きましょうか。スパニエルを返せ。ちょっとルーイとスパニエル色がかぶってるやん。コッパイ星人の遭難者は無事だな。こちらに引き渡してもらおう。まあそう簡単にはいけまへんわな。おかげは、まあ段取り、バトルだよね、これは。救助せよ。まったくルーイったらいつからほんとこんな、
悪ガキキャラになっちまったんだろうね。で、モスもだよね。こいつはいいやつなのか悪いやつなのかがちょっとわかんないんだけど。ルイさん待ってください。ありゃー、入れちもうた。あれ、間に合わなかった。いやいや、見て、パジンになってないぞ。どういうことなんでしょう。彼は協力的ではなさそうだ。ルイ、俺はだ、私の声は聞こえるか。もうケツ変えてもうてんや。ルイ、一応オリバーが先輩やからね。全然聞いてないですね。仕方ない、力ずくで遭難者を救助するしかないな。まあ十分に気をつけてと。どこにやったん、スパニエルを。なんでそんな特殊能力持ってんだよ。じゃあまずはちょっとピクミンを増やしていかないとね。なんだこれ、団子ナマズか。OKOK。 いやー、でもまあちょっとストーリーも後半ですからね。ちょっとルーイもなかなかちょっと足速くね、あいつ。俺が青だよね。俺が青で、ちょっとこの炎ちゃん。あー、びっくりした。びっくりした。ちょっとこの辺をどんどん燃やしながら、間に合うかな、これ。うい。オッケー、いいよ。ちょっと燃やせるもんどんどん燃やして。オッケー。うわ、ちょっと待って待って、こいつ、ルイてめえ。おぶね。あー、ちょっと待って、モスはもう何もせんでいいよ。ちょっとオリマ遭難記でさ、モスと一緒に駆け抜けた15日間があったけどさ、ちょっとなんかモス攻撃するの抵抗あるわ。しかもリンゴプレミアだね。いいぞいいぞいいぞ。で、これ渡さねえよ、さすがに。渡さん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 。待て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 、奪い取れ奪い取れ。いいぞいいぞいいぞ。モスモスモス。ちょっと待って、そのリンゴ欲しいよ。ゲゲ、いけ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 。オッケー、ナイスよ。よし、カモンカモンカモンベイビーカモンベイビー。オッケーオッケー。オキチンを攻撃すんなよ、そのまま。よし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 。逆転爆弾が出現だと？なんだそれ？なんだそれ？なんかあったっけ？前そんな。あー、またカキ、これ欲しいな、俺。これ欲しいな。奪い取れ。ゲゲ！いけ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 。よし、奪い取った。あ、待て待て、チャッピー！おっしゃ、向こうの。よっしゃ、いいぞ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 。さあ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 。おお、しかもなんかこいつが燃やしてくれてる。ああ、ありがたいありがたい。仕事が減ったわ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとなー、この辺集めてんだけど、トップレミア品をね、うまい具合に集めてんだけど。あ、待って、団子ナマズが、いた、危ない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 危
いけいけいけ、はいはいはい、こっち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 だって、いいぞ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 、あ、これあ、これあ、これくれ、どん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 、ちょついでにこれも運んじゃおう、いけいけ、よしいいぞ、残り1分プレミア品回収成功、よし、ちょっとリードした、リードした、オッケー、いいぞいいぞ、ピクミンちょっと増やしたいな、これ、これ俺のピクミンやん、よう見たら、さあ残り1分切ったぞ、待ってー、チャッピーチャッピー、あー待って、でもやれるやれるやれる、まあまあ体力減ってるし、いけいけいけ、オッケー、よし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 、しかもちょうどイチゴプレミア品や、
ッケー、来た、これ来たぞ。オッチもこれ持ってっちゃって、あ、これよりもこっちの方が、こっちの方がいい。あーって、マジか、開いてなかった。まあいいや、まあいいや、とりあえずこれを運べば。オッケー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 。はっ、ルイ、てめえ大したことねえな、まったく。オッケーオッケーオッケー。あと15秒ぐらい、オッケー、間に合うぞ間に合うぞ。まあ、せっかくやからちょっとこの辺あと10秒で運びきりたい。運べれそうですか？いや無理やな。まあ無理やけど90点以上差はついたからね。しゃー、じゃあスパニエルさん返してもらおうか。いやちょっと運に恵まれたね。団子ナマズが近くにいたりね、リンゴとかがあったりね、よかったよかった。ふん、手なずけてんな、相変わらず。あ、ルーイさんがなぜ逃げるんだ。今の遭難者が優先だ。コッパイ星人を救助してくれ。青ちゃんで、なんかあのコッパイ星人だからみたいなのもこう関係してくるのかな。どうなんだろうね。ちょっと今日はあのちょっと私の都合的にも時間があんまないんで、一回ちょっとあのコッパイ星人、まあ、スパニエルさんを、救助しましたら、一回ちょっとこの一日は終わりにしようと思いますね。あれ、スパニエルじゃねえわ、ヨークだ。誰？待って、ピクミン3にヨークっておったっけ？わあ、覚えてねえ。いや、おらんはずよ。スパニエルと、あの、太っちょのね、生ませた後、女のね、キャラがおったはずやから。科学者のドレイクを祖父に持つ。だからまあ、コッパイ星で新たなキャラクターってことか。無事か。返事をしろ。気絶しているようです。そうね。テイラー・ヨーク、スパニエルさんの仲間ヨークさんを救助したってことね。はい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 。彼女って書いてた今。女性ですかこの人。あ、そう。じゃあちょっと一回終わって、まあヨークさんのお話聞きましょうかね。ベックル、ヨーク、よくぞ無事だった。ロハニ、ベルマンさん、あなたも救助されたんですね。あ、起き抜けですまんが、スパニエルの行方を知らないか。すみません、僕は走るのが遅くてすぐはぐれてしまって。あ、これ男の子じゃない、ね、彼女を見た。スパニエルさんのが彼女、あの女性ってことか。なるほどなるほど。ベルマンさん、思い出してくれ、彼女はどこに連れて行かれた。そんなマニュー、うーむ、あれは確か、むむむ、思い出せるんかい。巨大、あの巨大な犬は私が倒れたあたりからさらに森の奥の方に向かっていったのだ。そのあたりはまだレーダーの範囲外のようだ。なるほど、シェパード号のレーダーは限界ギリギリまで出力を強化してます。これ以上はちょっと難しいかもですね。だったら僕も協力させてください。機械維持は得意なんです。お、いいね。これをこうして、エヌル、お、エネルギー注入してみます。さあ、新しいエリアがここで出ると。なんかちょっと寒いエリアとか来んかな。見つかったエリア、さあオッチンの救助も急ぐぞ。リミッター解除してレーダーを起動します。寒いエリアとか来んかな。ちょっとすごい未知のエリアにまだこんなに急な信号が。よかったな、救難信号の出しとる人たち。あのなんだ、ヨークさんおらんかったら取り残されてたかもしれんね。我に勝ることを怠らない国会性の科学力、侮りがたし。難しいな日本語が。
その中にスパニエル氏がいるはずだ。よし、必ず救助しましょう。 OK。 ヨークさんね。ニューパー、助けてくれて感謝するのだ。こうして話せるのも皆さんのおかげですね。そういえばヨークさん、オニオンに取り組まれましたけど、そうだそうだそうだ、体に異変はないか、どこからか葉っぱが生えたりとか、特に変わりはないです。はい、なんで葉っぱ人にならなかったんだろうね。なんかの、わかんねえ、薬飲んだ、最初から薬飲んでた的な、それかな。そうか、夜にとった光エキスを、あーそうだ、なんか言ってたら、飲んだかどうたら言ってた気がする。光の蜜を飲んでたから、葉っぱが生える前に分解されたのかも。へー、ワクチンだねそんな効果があるとしたら面白いね。後で調べさせてもらおうかな。となるとスパニエルさんも葉っぱ人になっていない可能性がありますね。確かにそうだね。すまないが、彼女の救助も頼むのだ。僕からもお願いします。もちろんそのつもりだ。ちょっと待って、このドンベルマンとヨークさんってあれか、ピクミン3の主役か、主役だな。でスパニエルさんが女性の方か。あ、そうかそうか。ちょっとピクミン3もな、1年以上やってないから忘れてたね。スパニエル氏は森の奥にいるはずだ。オッチのためにまあ救助急ごう。アイコペー、という感じでね、一旦区切りがいいんで、ここで終わりにしておきましょう。あ、ついでにちょっとあの新しい探索エリア、どこが出たか追加されたかちょっと見てみましょうかね。トゥーナベ、森、寒いエリアではないか。なんて読むんだ、うわー、なん追憶の原生林かな、わかんねえ。ちょっとここの概要だけ見ときますか気になるわうわ、ボケナメコいんじゃん、マジか。シェンガオレンもおるし、しかももう今モスが待ち構えてたね。あー、スパニエルさん持ってますやん。ルイザ、モスも一緒だな。あいつだ、我々のジュースを盗んだのはあいつなのだ。それにあそこにいるのはスパニエルさんだね。やっぱそうだよね、ピクミン3の主人公。謎だよなぁ、ルイってマジで何をやっているんだ。申し訳ないが、ルイ追えないだろうか。あ、そうね。てか、オリマ上司だったらあんたも手伝った方がいいんじゃないの、この作戦は。いやでも綺麗だ、原生林って感じだね。へえ、うわー、探索したいなー、探索したいけどちょっと今日時間ないんだよ、ちょっとすぐ出なきゃいけないんでね。じゃあという感じで、次回やからね、この、追憶の原生林っていうのかな、ちょっと漢字が分かんないですけども、まあここからちょっと進めさせていただきたいと思います。うわー、ボケナメコ持ったからなー、気になるなー。ちゅう感じでまた、次回でお会いいたしましょう。